柳田邦男の塔の物語を紹介。塔の物語。柳田邦男の塔の物語は、岩手県塔の地方に伝わる逸話や伝承をまとめた説話集です。以下に要約を示します。塔の地方では、女神がおり、その逆鱗に触れると石にされてしまうと信じられています。神隠しが起きることもあり、狂ってしまい母殺しを行った息子の話も伝えられています。村の伝承に詳しい匂いじいさんが存在し、孤独死した。この作品は日本の民族学の先駆けとされ、塔の地方の神話や妖怪、風習について興味深い内容が詰まっています。塔の物語に登場する妖怪は何ですか？塔の物語には、様々な妖怪が登場します。岩手県塔の地方の逸話や伝承から生まれたこれらの妖怪は、柳田邦男の筆によって記録されました。具体的な妖怪をいくつか紹介しましょう。天狗、長い鼻と大きな顔を持つ山の妖怪で、しばしば風の使者とされます。河童川や湖に住む小さな妖怪で、餓死した子供を川に流したという伝承があります。座敷わらし家の中で暮らす小さな妖精で、遠野では神様として崇められています。雪女、雪の中に現れる美しい女性の妖怪で、寒い地域でよく伝えられています。これらの妖怪は、遠野地方の神話や風習に深く根ざしており、興味深い物語が詰まっています。これらの妖怪を詳しく教えてください。遠野物語に登場する妖怪を詳しく説明しますね。天狗、長い鼻と大きな顔を持つ山の妖怪で、しばしば風の使者とされます。遠野では風の神として信仰されています。河童川や湖に住む小さな妖怪で、餓死した子供を川に流したという伝承があります。供養の意味も込めて、河童伝説が残っています。座敷わらし家の中で暮らす小さな妖精で、遠野では神様として崇められています。ただし、座敷わらしは立ち域とは異なり、妖怪の部類に入れられています。雪女、雪の中に現れる美しい女性の妖怪で、寒い地域でよく伝えられています。これらの妖怪は、遠野地方の神話や風習に深く根ざしており、興味深い物語が詰まっています。塔の物語は、日本の民族学の先駆けとも称される作品です。塔の物語で一番印象的だったエピソードは何ですか？塔の物語には、様々な印象的なエピソードがありますが、いくつか特筆すべきものを紹介しますね。神隠しのエピソード、塔の地方では神隠しが起きると信じられています。ある話では、狂ってしまい母殺しを行った息子が神隠しにあったとされています。このエピソードは、塔の不思議な世界観を象徴しています。山中での不思議な体験、塔の山中で出会った美しい女性が実は狐だったという話もあります。動物が人間に化ける話は日本各地で見られますが、塔の物語では特に狐や狸が多く登場します。狐に騙されてしまった村人の悲哀や、逆に狐と心を通わせた話など、多種多様なエピソードが魅力的です。座敷わらしの物語、塔の物語では、座敷わらしが現れて家を守る話や、座敷わらしが去ってしまい家が没落する話が紹介されています。座敷わらしは立ち域とは異なり、妖怪の部類に入れられていますが、その個性的なエピソードは印象深いものが多いです。これらのエピソードは、塔の地方の神話や伝承、妖怪譚を通じて、日本の古き良き時代の雰囲気や文化を感じることができます。他の地域にも似たような妖怪はいますか？日本各地には、様々な妖怪が存在します。以下に、日本の異なる地域で出会えるいくつかの妖怪を紹介します。北海道、鬼熊。鬼熊、北海道の森に住む巨大な熊の妖怪です。人間には滅多に出会いませんが、夜になると鬼熊は自分の領域に足を踏み入れたものを襲います。北海道の黒熊よりもはるかに大きいと言われています。座敷わらし東北、座敷わらし、座敷わらし、青森県などでよく伝えられる小さな子供のような妖精です。家に潜んで見えない存在として、枕をひっくり返したり、物をこぼしたり、家具を動かしたりするちょっとしたいたずらを引き起こします。関東ガキ、ガキ、東京などで知られる飢えた幽霊の妖怪です。人間の姿をしており、飢えを満たすために水や食べ物を探していますが、手に持ったものは火に変わってしまいます。彼らは仏教の考えでは不幸の転生者とされています。中部、悟り、岐阜県などの山中に住む猿のような妖怪です。これらの妖怪は、日本の伝説や民話を通じて、地域ごとの不思議な世界観を感じることができます。塔の物語で興味深いエピソードがあれば教えてください。塔の物語には、様々な興味深いエピソードがありますが、以下にいくつか特筆すべきものを紹介します。神隠しのエピソード、塔の地方では神隠しが起きると信じられています。ある話では、狂ってしまい母殺しを行った息子が神隠しにあったとされています。このエピソードは、塔の不思議な世界観を象徴しています。山中での不思議な体験、塔の山中で出会った美しい女性が実は狐だったという話もあります。動物が人間に化ける話は日本各地で見られますが、塔の物語では特に狐や狸が多く登場します。狐に騙されてしまった村人の悲哀や、逆に狐と心を通わせた話など、多種多様なエピソードが魅力的です。
座敷わらしの物語、唐の物語では、座敷わらしが現れて家を守る話や、座敷わらしが去ってしまい家が没落する話が紹介されています。座敷わらしは他地域とは異なり、妖怪の部類に入れられていますが、その個性的なエピソードは印象深いものが多いです。これらのエピソードは、唐の地方の神話や伝承、妖怪譚を通じて、日本の古き良き時代の雰囲気や文化を感じることができます。唐の物語で一番印象的だったエピソードは何ですか？唐の物語の中で一番印象的なエピソードは、神隠しの話です。唐の地方では、神隠しが起きると信じられており、ある話では狂ってしまい母殺しを行った息子が神隠しにあったとされています。このエピソードは、唐のの不思議な世界観を象徴しています。柳田国男以外の日本の民話作家を教えてください。柳田国男以外の日本の民話作家をいくつか紹介しますね。小野和子、日本の民話作家で、高橋藤さんと組んで、桶屋の夢などの絵本を制作しています。岩手県高橋貞子、岩手県出身の作家で、民話収集家でもあります。彼女は、七つ森や、鮭の三太郎などの民話絵本を手掛けています一。これらの作家の作品は、日本の伝承や文化を楽しく伝える素晴らしいものばかりです。柳田国男の他の著作を教えてください。柳田国男、柳田国男は、日本の民族学者であり、多くの著作を残しました。以下にいくつかの主な著作を紹介します。唐の物語、唐の地方の伝承や妖怪譚をまとめた説話集で、日本の民族学の先駆けとされています。先祖の話、民間伝承や先祖崇拝についての研究を通じて、日本の伝統文化を探求しています。山の人生、山岳地帯の生活や風習に焦点を当てた著作です。妹の力、妹にまつわる民間伝承や物語を収録しています。柳田国男の膨大な業績は、日本の文化や伝統に深く根ざした興味深い内容が詰まっています。